ごく伝わる、自分でも自分ですごくそれを今日感じてて、なんかほんとに明日がまあ一日オフではあるんですけど、まあ普通に考えて10日のシンポジやんなきゃいけないからオフじゃないじゃないですか、普通に考えて。でそのオフだと思ってたオフがオフじゃなくなったので、オフじゃなくなったんですよいろいろ諸事情があってもう一回っていう形になってオフがオフじゃなくなって、そう前にそうなのでオフがオフじゃなくなったんですね。まずそう、そんで次に丸一日オフっていう日はまだまだですね。こっからちょっといろんなね明日がそのあれがあって、仕事があって、間違えた、日またいで仕事することにしてる、やばい。で10日がゆいりさん公演、11日もゆいりさん公演、12日別の仕事、13握手会、14握手会、15もレッスンっていう感じなので、16以降はちょっとまだ言えないものもあったりとか、まあ17はねあれがあるのでお渡し会みんなご存知だと思うんですけど、イベントのやつ何アイス、イベントって何も何も今終えてなくてごめんなさい、本当に。何？アイスクリームギフト？何これ何だったらどうなったら何がどうなんの？ちょっと何も知らなくてごめんなさいね。まあ別に関係ないんじゃない？なんかこれいっぱい投げるやつで1位になったらみたいなやつじゃない、多分全部でだからどれでも大丈夫です。レッドステラ欲しい、ショールームアワードの選考基準の一つとなります。欲しい、ちょっと頑張りたい。アイスでもこっから3日間まずちゃんと配信できない、21日まで公演終わりなのにこんな美女がいいの。公演終わりだからメイクしてるからね。でも今日なんかすごいメイク薄くなっちゃった。あとそろそろマツパ行こうかなって思い始めました。なんかこんだけ今お仕事が立て続けにあるから、そうマツパ行こうかなって。多分アイスさ違うんだよ、これはなんか1位にならなきゃいけないんですよね、きっとこれ。まあでもバニラにしとこ、バニャーニャーみたいなのにしとこ。バニラニャーニャ、バニラニャ、バニラーニャにします。一番かわいい
でも別に多分どれ投げても一緒なんだよね。1900日、待って、ちょっともうちょっとちゃんと迎えたい。1900日、こんななんかアイスがみたいな。待って、1900日だったの。今もうスクショ終わっちゃったよね絶対。え、まだ経ってない15分、もしかして。え、経ってなくないねえ。だってうち35分から始めたもん。まだじゃん。まだじゃん。よかった。ちょっとね。とりあえず10日まで頑張って、まあ多分11日もその10日のやつで頑張ってた分、11日も多分振り混ざったりして怪しい感じになりそうなんで、11日まで頑張って、12日13日14日もお仕事あるけど、ちょっとずつお家をね、もう最近その持って帰ってきた荷物をそのままポンって固めてね、固めては置いてあるんですけど、そのまま置いちゃうっていうことをしてしまっている自分がいるので、それをなんとかこうどうにかしたいなと今思っています、はい、とりあえず置いておく場所みたいなのが今そう散らかってはいないのよ。めっちゃね、床も見えるし、この机の上もめっちゃ綺麗だし、ただその一箇所だけすごい積み上がってる場所があって、そう一箇所だけね。やっぱお仕事によってさ、持っていくカバンが変わるのね。お仕事によって持ってくものの量が変わるから、レッスンだったら全然その財布とかだけでいいけど、でもあのメイク、自メイクとかのお仕事だったらメイクしてかなきゃいけないから、メイク持ってかなきゃいけないから、そうメイク道具持ってったりとかするための大きめのカバンみたいな感じで、そのカバンの大きさがその日によって違うからこそなんかね大変です。はい、だからどんどんそのカバンの中からとりあえず出してみたいなっていう作業をずっとしてるから、ちょっとそのとりあえず出してのところに物が積み上がっています。今すいません、まあ自分の家だからいいでしょう。劇場とかだったらね、その人がレッスン場とかみんなが使う場所だからそれはダメなんですけど、自分のお家だからいいでしょうっていう気持ちで人生のんびり生きていきたいと思います。そこだけ物置いてあるのよ。もうそれ以外はちゃんとしてる、うん、あのうちにはゴミ箱がいっぱいあるんですけど、なんかポンって捨てたいじゃん。なんかゴミ箱までの道のりがめんどくさくてポンって捨てたいから、そのポンって捨てる用のゴミ箱がいっぱいあるんですけど、それのそのゴミ箱は今全部一箇所に固まってます。
意味ないマジで、本当に意味ない。なんであそこにあんの全部、本当意味ないことしてる私。かなおさん、こいさん、ハートありがとうございます。ナナナバースデーで短冊読まれてました。なんて書いたっけ、この夏したいこと。でももう変わった、この夏流れ星見たいって書いたんだ。でも変わりました、この夏したいこと。早っもう変わっちゃった。この夏はいろんなところに行きたい。まあそんな時間なんて本当にないんですけど、7月もカツカツだし、多分8月もこっからいろいろありがたいことにお仕事だったりとかが入ってくると思うのでカツカツなんですけど、なんか行かない旅だったりとかを通したりとか、あとその4月とかに能登に行かせていただいた時に本当に旅人さんみたいな方が結構多くて、そうだからなんかそういう方々のお話とかを聞いてたら、なんか旅行きたいって、そう別に旅までは行かないけど、そのなんて言うんだろう、ゆたパパさん愛さありがとう。なんかちょっと弾丸一人旅行みたいなのとかなんかやってみたいなって思い始めてきていまして、そう、でも本当になんだろう、そうなってくると今一番ネックになっているのがショールーム配信なんですよあのはいね、ショールームさんでしこんな話をするのも、ね、意味わかんないんですけど、やらなきゃみたいな本当にこの5年間続けてきたものがこんなにも今私がこうやりたいと思っていることへのなんだろうネックなものになるなんて思ってなかったでもすごくその配信自体はすごい大好きだから、そうこれからも多分やるんだろうしみたいな、そうどうしようっていう気持ちです、そう旅先からでもできる。あ、1900日ありがとうございます。すごいタワーがいっぱい来た。ともゆきさん1900日おめでたわ、ありがとう。タワータワーありがとう、1900日おめでたわ。ともゆきさんありがとう、ありがとう。そして長月さん、クマアイス、あ確かにめっちゃありがたい、クマアイスタワー投げてくれるとポイントが行きやすくなるので、あのもしもねこの1900日おめでとうっていうお祝いで、もしも今投げようって考えていらっしゃる方は確かにクマアイスタワーの方がめっちゃちょっと嬉しいでも1900日しかね、この1900日おめでたわは投げれないから、ね、
長月さん、クマタワーありがとう、タワータワーありがとう、長月さん、クマアイス、バニラアイスタワーしかもありがとう、ありがとう、鉄道ネイトさん、タワータワーありが1900日おめでとう、鉄道ネイトさんありが1900日おめでとう、タワータワー、風と海とさん、バニラアイスクマタワーありがとう、ありがとう、ありがとう、ネバーストップさん、アイスありがとう、サプライズレバーさん、タワータワーありがクマバニラアイスタワー、サプライズレバーさんありがクマあれバニラアイスタワー、ありがとう、ありがとうございます、うん、ありがとう。1900日そうですね、もうあと100日で1年せずにあと3ヶ月ちょっとで2000日。そうだからすごく途切らせたくはなくて、私の中でまあね、うん、だからそう、でもそれこそさっきも言ってたけど、なんか配信できる場所は多分あるんだろうけど、こうなんか私がこうなんか違うところでやってると、なんかハウピョン今どこにいるのってなるじゃん。そう、いやもう旅させてくれみたいな。そう、でも本当になんかこういろんなご縁が重なって、なんか今すごくこういろんなところに行きたいって思っている日々を過ごさせていただいてて、でもちょっと今はね、もう本当 Now はマジで頭だったりとか考えることが多すぎて、あ、ドボンやれない、ごめん待って、今やろう。そう、まあ、多分言わなければいいだけなんだけどね、私がどこにいるっていうのは。うん、だからかなって思います。てつやさんありがたわ、クマバタワータワーありがクマバニラアイスタワー、てつやさんありがクマバニラアイスタワー、ありがとう、まあ、場所特定までは多分行かないかもしんないけど、まあ、お家じゃないじゃんみたいな、めんどくさいってなっちゃうから、そう。でも本当にそういう、なんて言うんだろう、なんかいろんな偶然っていうかが今重なって、こうなんか旅っていうか旅行したいみたいな気持ちだから。もしも私が全然なんか、あ、羽伸ばしてるんだなハルピョンって思ってくれれば嬉しいです。はい。なんかすごいどこみたいなとこでやってたとしても、なんか羽伸ばしてるんだな、本当にそれぐらい、なんか行かない旅が一番でも強いかも、なんか行ってみたいって思ってます。もう一本タワー、どれ、ごめんスルーしちゃってるみたい、私どれだろう、どの方歌ってないですかね、ごめんなさい、すいません、わからない。てつやさんは歌ったよね、鉄道のエイズさんも歌ったでしょ、サプライズレバーさんも歌ったでしょ、カシトミトさんも歌った、あれ歌ったよ多分、多分みんな歌いました。上のコメントに旅に出てます、探さないでくださいと書いておく。私のあ、熊タワーも、
タワータワーありがくまタワー、鉄道のエツさんありがくまタワーありがとうございます。すいませんごめんね。星空を見ながらラジオ配信、 AKB ってラジオ配信できないんですよね。そうなんです、ごめん。結構こうやって見逃すことがあるから、みんな周りのみんなとかも教え、今みたいに教えてくださるとありがたいです。ごめんね、本当に申し訳ない。ちょっと今日はすごい自分の中で公演もなんかねすごく苦しくて、そうなんか全然その自分の思い通りに体が動かないみたいな、顔もなんかどんどんなんかこわばっていくじゃないけど、あなんか呼吸が苦しいとかそういうわけじゃなくて、その疲れが早くなったみたいな、そう多分その日頃の日々のこのお疲れモードの積み重ねが一気にドンってきてるだけなんで、なんかすごい全然あのなんか風邪ひいてるとかじゃなくて、そうだから多分今日なんか自分の中ではすごくもどかしい感じの公演だったから、すごい悔しい、悔しいです、ごめんみたいな。そう暑さもあるよね、熱中症にはなってないけど本当に暑すぎバテてるっていうのもあると思う。そう疲れです、ただただ夏バテです、あの安心してくださいチューシンさんハートありがとうございます。セリちゃん推し絶対セリちゃん推し、ちょっとスケジュール減らしてもらおう、絶対嫌です絶対嫌です、はい、絶対に嫌です、元気です、私は大丈夫。今日いっぱい頑張ったから、なんか ここいや本当にね今頭がパンクっていう言葉がこんなにも合う日があるんだなって思うぐらい、でも自分で受け負ったからシンポジはそうだから、あ危ね、そう全然なんていうの、頑張りたい自分の中で思ったシンポジだからこそ、
分で決めた仕事なので、うん、宇多田ハッツがさ今日誕生日だから LINE したらさ今連絡返ってきてさ行かない旅でなんか行かない旅見つけたらしい嬉しい見てくれた見てくれたみたい。そんでスーツさん羨ましいって来たかわいい変わるかわいい嬉しい。たまたま見つけたんだって。嬉しい。初に今日誕生日おめでとうって LINE したさっき。ハッツも送ってそう誕生日お祝いしてくれた今年の嬉しかった。愛知編ね確かに愛知編ね。いや多分スーツさんを見てるからおすすめとかに出てきたんじゃないですかね。でも嬉しい、そうやって。よし、そろそろ30分。ちょっとドボンタイム短いけどごめんでもちょっとそろそろ配信時間予定してた30分が来るので、メイク落としてちょっと明後日に向けて頑張る時間にしたいと思います。でお風呂入って明日も頑張ります。本当にハートありがとう。なんかねすごく色んなことを今考えすぎていそうな感じだからでもシンポジの日さ聞いて初日の子がいるのだから多分あんまり映んないかもしんない。シンポジ頑張るのにだからごめんね映んなかったら。でもシンポジをお願いしていただけたっていうのがすごく嬉しいので頑張ります。ということで確かに VR 柱の会限定公演って VR ある？あるんだ。一応ありはするんだ。入れるのは会員限定だけどってことね。VR お見送り、いやたまにさなんかさオンデマバイバイがない時、えなんかたまになんかない時あるよね。オンデマバイバイがない日かな。あ柱の回は 11？ あそうなの。ごめんもう何が何かわからない。とりあえず私はシンポジを覚えるっていうことしか頭にないのですいません。頑張って覚えたいと思います。とりあえずちょっと今その今日とさ今日がこのポジションだったから
そう、全然今何もまだ一曲も、いや一曲もは嘘だけど、こう振りはね覚え、ちょっとずつ覚えて今に至ってるんですけど、振り自体はただ立ち位置用は何も覚えてないんですよ今。全く頭ゼロの状態、立ち位置だけはちょっとさすがに自分のポジションと混ざりそうと思って、私自分のポジションもまだ完璧じゃないのに、そう、もうなんか僕の太陽公演は目つぶりながらでもできるんですけどそう、今日は誰に恋をする公演はまだ完璧じゃないから、でも私よりも大変な人はいっぱいいるし、もうね今日それこそセリちゃんもポジション違うところで出たりとか、タオちゃんもさいろんなポジションやってたりとか、そうシンポジを覚えてるメンバーがたくさんいる中で、こうたった一つのシンポジ、今ね自分の状況にあーだこうだわたわたって言ってられないので、しっかりと頑張りたいと思うし、任せていただけたお仕事、任せていただけたことがすごく嬉しいので頑張りたいと思います。ということで、それでは最後にランキングを読んで、ごめんね30分で終わって、ランキングを読んで終わりにしたいと思います。1位鉄道のエイト@ぴょんず1900日おめでとうさん、タワーもありがとうございました。2位長月さん、タワーもありがとうございます。3位サプライズレバー@ぴょんずさん、タワーもありがとう。4位てつや@はるぴょん大大大好きさん、タワーもありがとうございます。5位ともゆきさん、ありがとう、タワーもありがとう。6位風と海とさん、ありがとうございます、タワーもありがとう。7位ネバーストップ@他の女の生誕祭なのでお見送りだけにしたせいさん、ありがとう。今日8位 A ダッシュ@ぴょんずさん、ありがとう。今日9位アルバンさん、ありがとう。10位ゆたぱぱ007さん、ありがとう。11位イバジュンさん、ありがとう。12位トラック野郎@ゴリさん、ありがとう。13位タカノンさん、ありがとう。ということで皆さんありがとうございました。またまたぜひ、ちょっとここ3日間はちょっと配信時間これぐらい、30分ぐらいの、30分1時間とか30分ぐらいかなの配信になっちゃうんですけれども、また頑張りたいと思っているので、また長くできたりとか、なんか楽しくわーって話せるときはよろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで8907盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身はるぴょんこと橋本春菜でした。それではおやすみ、ありがとう。メイク落としてお風呂入ります。嘘です、メイク落として、振りをやってからお風呂に入ります。おやすみなさい、またね、ありがとう。